ということでやってまいりました、池袋ヒューマックスシネマーズ。ででーんということで行ってみよう。こんにちは、スグワ太郎です。よろしくお願いします。緊張しております面白かったですね、スナッチ。今日初めてスナッチ自体を見たっていう方いますか？あ、初めてスナッチを見た。おお、すごい、こんなにいっぱいいるんですね。見たことはあるけど映画館では初めてっていう方は、おお、僕も映画館で初めて今日スナッチ見ました。しかもそこで見たんですよね。あのね、こんなに近いところで見たの初めてですよ、映画。こんなになりながらね、見ました。映画ってね、もうちょっと遠くから見た方がね、見やすいですよね。ということで、時間があまりないので、僕の生独自解説、ここから始めたいと思います。よろしくお願いします。フランキーが出てきましたね、フランキー・フォーフィンガー。彼はオランダのアントワープのユダヤ人組織から、特大のダイヤモンドを強奪するという使命を帯びてやってきたニューヨークのマフィアということなんですね。でこの時マリアの処女解体の嘘について一番最初お話ししていたので、これをちょっと解説しようと思います。古代ヘブライ語で書かれている旧約聖書ですね、これの若い女というのをギリシャ語に翻訳するときに処女だというふうに読み間違えたためにマリアの処女解体というありえないことが起きたんだという話をしていたわけですね。まあ、処女が妊娠するわけないからあれは嘘だ、キリスト教は嘘だということを話していたわけです。旧約聖書は古代ヘブライ語とかアラム語で書かれていて、新約聖書はギリシャ語で書かれているわけですね。ただこの処女と若い女を読み間違えるということは、まあ、実際問題あることであって、このヘブライ語の若い女、まあ、乙女とか訳したりするわけですけれども、これと処女というのは同じ意味で使われることもあるんですね。処女ということを伝えるために若い女というふうに言う場合もあるということで、ここはね、めんどくさいとなっているわけです。で、旧約聖書のイザヤ書というところに予言があるわけですね。いずれ乙女が身ごもり男の子が生まれる、その名はインマヌエルだという予言が書いてあります。このインマヌエルっていうのは、まあ、神は我らと共にいるという意味なんですけれども、この乙女、いずれ乙女が身ごもり男の子が生まれるのこの乙女が処女だというふうに解釈されてですね、イエスの使徒のマタイが、このインマヌエルがイエスのことだというふうにこの福音書に書いたわけですね。これによってイエスは神の子だと、予言された神の子だと、救世主だというふうになっているわけです。まあ、マタイはね、ちょっとそういうところのある男なんですよ。昨日ね、僕 YouTube にミストの紙芝居をアップしたんですけれども、あれに出てくる聖書おばさんとマタイも同じような感じです。もう何でも旧約聖書に結びつけて、あ、これは旧約聖書に載っていた予言だとか、そういうふうにやっちゃう人なんですね。これによってイエスは救世主だということになっていったというのがキリスト教新約聖書ということになっているわけです。でですね、このフランキーたちがなんでこんな会話をしているのかというと、この組織はユダヤ人の組織だからということになるわけですね。ユダヤ人がかぶっているあの帽子、ね、頭頂部だけに乗っているこのキッパっていう帽子をみんながかぶっていましたよね。そこでここはユダヤ人の組織だということがわかります。ユダヤ人にとってですね、キリスト教っていうのは敵なわけですね。イエスは救世主ではありませんよというのがユダヤ人の立場、ユダヤ教の立場なんで、だからフランキーはユダヤ人たちがいっぱいいるこの組織に入るために、ユダヤ人じゃなくてキリスト教は嘘なんだという会話をしながら入っていったと、油断させているということですね。というふうに、まあ、一見どうでもいいと思われるような処女解体の話にもね、
ちゃんと理由があってこの話ができているんだということなんです。で、ムティというのはフランキーの偽名なわけですけれども、まあ、当然ね、ムティとこのボスとムティというすごい仲良しの関係になるまで数年かけて関係を築いていったわけないと思うんですよ。ね。つまりフランキーはどこかで仕入れたムティという名前を今ここで初めて使ったんですね。なのにもかかわらずユダヤ人のボスはフランキーを見てムティだって名乗られたらムティって言ったわけです。なんでこんなことが起こるのかというと、ユダヤ人はですね、ユダヤ人じゃないや、フランキーたちはですね、黒い帽子、黒い服、ひげもじゃっていう超正統派ユダヤの格好をしていましたよね。まあこの人たち、ユダヤ人っていうのはこのみんなが同じ姿形をしているから、友人のムティなのか初めて見たフランキーなのか友人でもわからないっていうブラックジョークだと、思っていいと思います。ステレオタイプを逆に取ったブラックジョークというか揶揄した感じ、そういうジョークがこの映画の中にはたくさんあるんですね。今のところだと、あいつら超正統派ユダヤとか、みんな同じ格好同じ服装をしているから誰が誰だか分かんねえじゃんっていうブラックジョークなわけですよ。そういうのをこの映画の中にたくさんあるんで、ぜひ皆さん探してみてください。この全く関係なかったダイヤモンド関連とボクシング関連ですね、この2つをつなぎ合わせたこのたくさん登場人物が出てくる映画の中の実は中心にいた人物というのが、あの弾丸をくぐる男、武器商人のロシア人ボリス・ザ・ブレードだったわけですね。なかなかね、最後死ななくて面白かったですけれども、ロンドンでね、最初にダイヤについて情報を手に入れたのはボリスでしたね。あのアントワープの男からボリスに電話がかかってきて、ロンドンに今からでっかいダイヤが行くからちょっとお前盗んでくれという話を聞きましたよね。で、フランキー、フォーフィンガーとつながっていたのもボリスでしたね。フランキーはボリスから銃を買ったわけです。で、ボリスが雇ったのがズッコケ3人組だったわけですね。で、トミーに銃を撃ったのもボリスだったということで、まあ、ブリックトップね、裏ボクシングの一番トップのあのブリックトップとだけは直接のつながりはないわけですけれども、まあ、トミーとか3人組を通じて間接的にブリックトップともつながっていたということで、このボリス・ザ・ブレイドがですね、実は一番の中心にいたというのがすごいこの面白いところなんですよ。ずっとちょこ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 出てきて笑わせてくれるっていうね、あれが良かったですよね。だつまりですね、今回のこのダイヤモンド関連の事件の最大の元凶、なんでこんなことが起きてしまったのかという最大の元凶はですね、ボリス・ザ・ブレイドが一番最初にアントワープの男から言われた忠告ですね。バカを雇うなよと言われていましたね。これを破っちゃったんですね。ボリスはバカを雇ってしまいました。だからこんな大変なことが起きたんだというこの面白いお話だったわけです。次、鉛まくりのパイキーたち出てきましたね。鉛がきつすぎて何言ってるかわからないというのは面白いに決まってますね。ね、面白いなとか、面白いなとかって言ってもね、はってなりますもんね。今僕、もしチャンスがあれば次は吹き替えで見てほしいって言ったんですけど、皆さんこれ映画思い出してみてください。パイキーの鉛、今何言ってるか一言でも分かったかとかなんか言ってましたけど、あのパイキーの鉛、なんとですね、ストーリーとは全く関係ないんです。ただなまってるだけなんですよ。ね、パイキーがなまっていることによって何か勘違いをしたりとかすれ違いが起こって物語が大変なことになっていくんじゃないんです。ただなまってるだけなんですよ。なんじゃそりゃって思いますよね。なんでただなまってる、ストーリーに関係ないなまりの男が出てきたのかというと、面白いからです。それだけ。ガイリッチって映画を舐めてるんですよね。あのね、いい意味で映画を舐めて作ってるっていうか、だってこの方が面白いじゃんみたいな、そんな感じで映画を撮っている感じがあって、だから面白いんですよね。
ということで最後に、次回ですね、今日スナッチ見て結構初めて見たっていう方もいっぱいいたんですけど、次回ですねスナッチを見るときにここに注意してみてほしいというのがあります。それはですね構図です。映画の歴史っていうのはもう画角とか構図の歴史と言ってもいいわけです。まあ映画だけじゃないんですけどね、絵画だろうが、まあ、漫画だろうが何でもこのね四角いキャンパスの中のどこのシーン、四角いキャンパスのどこに何を置いてどう描くかっていうのはもうこれ永遠のテーマと言ってもいいぐらいのもんですよね。一つ僕が良いと思う編集構図、ちょっとご紹介したいんですけれども、ユダヤ人なのにユダヤ人じゃないのにユダヤ人のふりをしている宝石商のダグザヘッド、彼がですねフランキーの持ち込んだ小粒のダイヤを鑑定するシーンありましたね。一番最初なんかトレース台みたいな下が光る台にダイヤをこうバラッと巻いてこう見るシーンですね。あの拡大鏡をねまずこう持ち上げます。この拡大鏡を持ち上げるときコッって音がしたんですね。普通音はしません。あれわざわざ足したんです。その方がかっこいいからね。音しませんよねなんか持ち上げるときにわざわざ音なんかしないんです。あれわざと付け足したんですよ。かっこいいからメリハリがつくからね。で、なんだダイヤを鑑定しているダグのドアップになってフランキーのドアップになってフランキーのセリフを聞いてこう振り返るダグね、この辺でこの辺で振り返ってましたよね。振り返るダグ、この時にこうこっち側ね下手側が三角形に余白が出てですね、こっち側に逆のこういう感じでダグの体が振り返りで映っていました。めちゃくちゃかっこいい。あのアングルちょっと最高でかっこいいです。まあ、全部のシーンが全部この映画かっこいいんですけど、もう一つずっこけ3人組の一人ですね、犬を連れて歩いてビニーが登場してました。ロンドンのきらびやかなストリートを今度はねこの下鉄側ですよ、下鉄側に全身フルショットでビニーがこう歩いていて、こっち側にはあれがロンドンのキラキラしたショップがあったわけですね。超かっこいい。もうこのシーンだけですごくかっこいいのに、見た人全員ですね分かったと思うんですけど、出た瞬間なんかこいつダメなやつだなって思いましたよね。おかしいですよね、黒人のスタイル抜群の人がきらびやかなロンドンの商店街を犬を連れて歩いているのになんで間抜けだと思うんだろうと。これが素晴らしいわけですね。ガイリッチやっぱさすがだなと、いうふうに思いますね。ということでもう時間が終わりということになってしまいました。まあとにかくこの映画ですね間抜けなんですね。この全部のシーンがおしゃれでかっこいい構図画角で出来上がっているのに、そこに映し出されているのは全員間抜けなやつらばっかりなんです。そこがやっぱね、面白いんじゃないかなというふうに思います。あと登場人物がねみんな面白い顔をしているというのもね、こうキャスティングが素晴らしいなと思いますよね。ということで、すぐはかるおの生独自解説、今回はスナッチお送りしました。ありがとうございました。ということで、8月の7日の日曜日にですね、池袋ヒューマックスシネマズで行われましたフィルマークスプレチケ上映すぐはカルオセレクトスナッチの独自生解説のダイジェスト版ですね、ご覧いただきました。ありがとうございました。まあ、この独自解説部分、登壇してねトークをする部分っていうのはまあ、2,30分ぐらいというふうにまあ言われていたんですよね。 2,30分って言ったらだいたい20数分ぐらいっていうふうにねそういうイメージで多分伝えられていたんじゃないかなと思うんですけども、30分超えてしまうぐらい喋ってしまいまして、これでもねカットしたんですけどね、もうちょっと30分じゃ僕には時間が足りないという感じが多少あったわけですけれどもまあなんとかかんとか、全部入りきったかなという感じで喋り終わりました。まあダイジェスト版はもう30分喋った間の3分の1ぐらいをご覧に
なっていただいたかなという感じなんですけど、前編完全版はですね、私の新しく作りましたメンバーシップスグワの裏を知る者たち、こちらの方で前編完全版を動画にしてありますんで、もし前編見たいという方はぜひですね、ちょっと月額490円ということでかかってしまうわけですけれども、お金がそちらの方で前編公開していますんで、ぜひよろしくお願いしますということです。こっちのですね、前編公開している方では顔も出して、まあ、そのまんまね、映像もそのまんま、まあ、ほぼノーカットで、いらない部分は切ったんですけど、間が空いた部分とかね、その辺は切ったんですけども、ほぼノーカット完全版という感じで公開しております。他にもね、まあ、今後生配信をしたりする場合、メンバーシップのね、スグワの裏を知る者たちでは顔を出してですね、もっと楽しい感じで生配信をしたりとかするつもりですので、ぜひそっちももしよろしければ登録していただけたらなというふうに思います。ただ有料メンバーシップを作ったからといってこれまでの動画から何かが減るということはありません。まあ、例えば独自解説で今まではね、前編独自解説無料で見れたのに、有料メンバーシップを作ったから、続きはこれ以上続き聞きたい方は有料のメンバーシップの方に行ってくださいとか、そういうことはしませんので、今までと同じように無料の方々は見れます。ただ有料のメンバーシップに入っていただくと、まあ、よりプラスされるってことですね。無料版がマイナスになるということはありませんので、その辺はご安心ください。無料のまんまでも別にこれまでと同じように楽しく、映画についてのお話ね、みんなでしていけると思います。有料になるとさらにプラスみたいな、そんな感じですね、そんな感じになっておりますけれども、もしよろしければですね、有料メンバーシップスグワの裏を知る者たち、こちらに登録してもっとプラスして、スグワと楽しい映画ライフを過ごせたらいいなと僕も思っております。とりあえず今回の前編はそちらで見ることができますので、よろしくお願いします。ということで、スグワ過労でした。いやー、本当にね、緊張して疲れたけど、みんなと出会えてお話もできてですね、楽しかったです。ありがとうございました。また機会があったらこういうことをやりたいなというふうに思っております。ただ僕がやりたいと言ってもですね、決めるのはフィルマークスさん次第というところはありますけれども、まあできればいいなというふうに思っております。ということで、今回はスナッチ独自生解説 in 池袋ヒューマックスシネマズのダイジェスト版の模様をお送りいたしました。ありがとうございました。それではまた皆さん、次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。